これ側から、例えば、報道機の、去年のあの報道機、うん、良かったんで、はい、めちゃくちゃ良かったですね、例えばね、はい、あれを、はい、今年、俺が途中で、10枚作りました。はい、あ、組んで、新材を、はい。うん、この10枚作りました。はいはい、どなたかどこかで入れられる方は、ね、いうこととか、お、あ、新たにあの桜を2本こう入れた瓶を作ったけど、まあこれ5本ぐらいあるけどどうですかとか、そういう方も面白いかなと思った。そうっすね、そうそう、結構じゃ、今みたいにさ、うん、去年まではさ、本当に申し訳ないというか、いや、申し訳ない。すごい最大限やるべきことをやれたんだよ。はい、ショップも、俺らも、工場も、ちょっとだけ遅れたけど、結果は追いついていって、新しいのも作れていったから、こうができたから。そうですね。新材も選べて、すごいですね。だからなんか来期は、ただ、カタログモデルの先取りに、その、確実に俺もう出してるから、その数字は、あの、大丈夫なんで、それ以外の、例えばこのカスタムとかは、それはもっとゆっくりしてもいいんじゃないか。その慌てないスノーボード。なるほど。売り方の。はい。一方では早く動くのは間違いないけど、もう一方ではもうちょっと落ち着いて、せっかく作るんだったら、本当に前も、多分オーダーもらった人たちも、せっかく作るんだったら、ナメさんとかの木でとかって言ってくれた人が多いけど、そうですね。と、俺、それの二択に十分答えてられてないような気がしてて、それは作業はちゃんとやってるけど、その、あまりにも早くて、オーダーもらって、キッキンですぐやっても、絶対12月の末ぐらいになって、12月見たらもうみんなこう、渡していかなきゃならなくて、よかったね、とか。世話しない。だから、レイブでオーダーされた何組の人は、俺は、例えばじゃあ、何月、2月30日、レイブ、PM5 時、行きます、みたいな。と式みたいな。でもさ、それぐらいのことやりてえじゃん。カスタムオーダーだ。そうっすね、うん。直接会って渡してもらったら。いや、話、いや、実はこの木さ、みたいな。あ、はい、はい。でもそれが俺たちの、なんか、面白さで、買った人の面白さで、ね、それをやりたくて。でももうちょっと、今カタログのさっき言った部分はできてて、はい、まあ、今まで作ったあのギターのやつを、はい、まあ、また会場みたいなところでぐわーっと並べて、みんなでしごいてもらって、はい、で、その申し込み書みたいなのをご対面して、はい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 。で、されるんだったらそれを写メで撮って、俺に送れば。なるほど。で、そこからお見積もりが出て。なるほど。だから、その中間の、ショップを俺はカスタムショップってやりたいのさ、どこもがやる必要もないと思うし、小林さんとかこれはあった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 、しかも小林さんとさらにのりちゃんと、はい、さらにあの一緒に来たのがまた名古屋方面の、あ、なんかあのそうそうコラボしたみたいな、うん、はい、デリチル系の、なるほど、はい、小林さん面白かった、いや好きっすよね、あの人もね、はい、一回電話で1時間ぐらい。私も無限にはできない。ありがとうございます。いやいやいや。素敵な対応していただいて。いやいや。なるほど。でも本当本当。だからなんか余計、カスタムショップを全国で5店舗ぐらいかな。なるほど。そんなに、そんなところに一生懸命やれないっていうところもあるじゃん。あるし、いや、逆に言ったらカタログパネルは普通に回して、こっちはこっちで、はい、ちょっと取りましょうよって言ったら、それは美味しいと思う。なるほど。だからぜひ、そしたら俺もそこへ行って解説が、はい、田口克郎までは行かないと思うけど、もう呼ばないと思うけど。おー、ばっちり。田口克郎ばりに頑張るんだよ。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。それは、でもそういう感じ、カスタム。あ、今の入ってるよね。はい。田口さん、どうもありがとうございます。いや、またそれ、ライブしてもらって。田口克郎ばりにって言っちゃったからね。いやいや、ありがとうございます。
でもそんな感じです。だからそんなにこう派手じゃない。はい。なんか、あ、うん、うん。落ち着いてて。そう、ね。普通だとね、これ、むっちゃ派手な色になってて。でも、やっぱ派手じゃなく、って言って隠し部をぶっ込んだから、こういう。へぇ、よし。これも白というよりはね、本当に。白っていうよりも隠し部。隠し部。白の紙、キャンパスに隠し部を。と、ルーズメのイージーライト。それでこれか。あ、ブーギー。はい、これブーギー5人。5人。改良された。お、改良。ブーギー。お、5人改良ですか？改良です。おすごいコンペティブな部分から、ちょっと一般的に。あ、なんすね。に、こう、ちょっとだけ。バーンってでっかいこうキッカーとかじゃなく、はいはい、レールがっつんでもなく、こう、遊べるぐらいの、グラトリから、まあ、っていうフレックスぐらいまで。あ、で少し優しい。優しい。なってきたんですね。この子たちのように。優しい。優しい感じで。いいですね。そうですよ。52が特に変わったって感じだった。あ、そうですね。46は変わってない。変わってない。はい。結構こう、かなり跳ねる感じだったのが、もっと優しめで。優しい。あ、そうそう。パーンって言った。なんか男前みたいな。はい。結構、そこの変わりがすごくあった。なるほど。あと、やっぱ、今年の中では、やっぱ、意外と。あ、そうか。あと、マホルバは、あ、マホルバは結構、新材買いたい人も、でしょ？いらっしゃいます。入れる、はい。でもそれも、俺もいつも言ってんだけど、そういう前に、乗って。なるほど、乗ってください。と思ってて、これは、やっぱ、二つあってさ、反発のいいのが欲しい人、パンって、それは僕らがやっぱ、僕らすごい、すごい反発の帰りがいいし、そっち好みの人は、ちょっとなんか10歳ぐらい若くなるような。いや、だいぶ、はい、感じますね。はい。で、パンって。ほうのきは、もうちょっと帰りが緩いよ。もうちょっと大人なんだけど、まあそこの値段の、なるほど。だってあれで、これであれで行ったら、昨日ちょっと計算したら多分17万とか。あ、なるほどですね。はい。カスタムの方では。17万ぐらいは行っちゃうんじゃねえか。はい。思ったわけですよ。はい。しなやかな。そう、それで、17万後半と、14万8000円税込みだったら、って思ったの。なんか、あんまりあれなんだけど。なるほど。別に作りたいとかじゃない。でも、もしかしたらさっき言ったみたいにさ、はい。ほうのきの、はい。マフロバイオ10個。おお、はい。限定ですって言ったら、はい。もうそれでいいのかな。そうっすね。はい。うん。いいペースで、はい。欲しい人も、はい。待ってくれてると思うんで、絶対。いいっすね。こっちは、ポプラバンブー。うん。あ、ね。あ、ポプラの。ポプラか。ウルトラライト。ウルトラライトなんだけど、これ、まあ、足元だけちょっとだけ加工してあって、そのインサートの下はちょっとだけ、そのバーチっていうか、硬い木を入れて。あ、なるほどですね。いや、これね、おすすめの。でも、アップワールがすごい綺麗になって。よかったです。こっちはよかったです。あと、あるのが、これが私一番多分、グラドパンツ、ベストグラフィック賞かなって、俺の中では。綺麗っすね。俺の中でもベストグラフィック賞。外国人に評価が高いっていうか、なぜならこれいいねって言って。いや、めちゃくちゃ綺麗です。この色がいいのかなとか、思ったり。いいっすね。でも、綺麗な仕上がりになってて。テポドン。テポドン。で、木も軽くしたし、レックスも軽くしたから、もう普通のなんか、癖がない、前のがこう、ガーンだったけど、そんなに癖のない普通の、よくある、太めのパウダーボードになってるかも。
ショートファット。そう。ショートファットで。ウッディロケットのテールをカットしたような。うん、テールをつなげた感じだから。つなげた感じだから。スカッシュして、はい。その方がここの、はい、ここのテンションが張るのさ。ピシッて。あ、はい。ものすごい力強いのさ、ここが。ここを使う人が結構いる。ほう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 。もうこれも基本的にここからロッカーだから、ロッカーの上に乗ってる人だから。はい、ああ。綺麗に、綺麗だよ。結構動く板っすもんね。太いけども。と、グラフィックがあれっすね。で、太郎くんの友達。ほう。あと、ピーナッツ。あ、ピーナッツ。お。ロケットが帰ってきてないのか。あ、はい。ピーナッツも、おすごい軽くなっちゃって。お、軽くなっちゃいましたか。軽いです。その、風圧落としたんですよ、私。雪板が、雪板、5秒の雪板の精度がものすごく高くなって、はい、雪板の、同じピーナッツのフレックスが出てるんですよ、今。パウダーの雪板でフレックスって言ったら、まあ確かに最初はフレックスなんかいらなく雪でいいか、その楽しみ方だったけど、今やっぱ抜け雪板での抜けがいいか悪いかが、キャンパーがあるかないかぐらいの差があって、スノーボードのような話になるわけじゃん。雪板でなってきてるんですね。てる、結構それに近いところまで行ってる。なんか結構あっちゃんもこれは面白いね。しかも軽さも。お、軽くなってる。軽くなってる。軽くなってる。申し訳ありません。でもそんな。でもフレックスは前に、フレックストーションは前よりも多分2段階ぐらい柔らかくなってて。だからもっとなんか地形、はあ、パウダー、ピーナッツパウダーっていう印象強いけど、うん、地形の春地形とかめっちゃやばいと思ってて。ぜひ。面白いってなった。お、楽しみです。面白いです。ありがとうございます。あとロケットとかロケットは、あ、あれだ。あ、今入る。お、なるほど。鮭さんに説明してもらってもいい？あ、違う。おー、やべ。これ下、コンクリートが。もう、あの、立てなくて大丈夫です。横向きにしましょう。中で。あ、確かに。もう雪がここは。やばいっすね。ウッディロケットっすね、これが。そうですね。こんな感じです。ありがとうございました。